まりました。ゲートインが終わります。スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート、好スタートは4番コントラチェック、今日も逃げる構え、迫る8番ジョディ、外今2番手です。3番手外からは10番ランブリングアレー、内に3番エフティイーリス、1コーナーカーブ、間からは5番のミモザイエロー、その後7番エールボア、後位中段の前に控えています。では外を回る形、1コーナーから2コーナーに入ります。今日も行きました4番コントラチェック、リードを2馬身取って2コーナー、8番のジョディが2番手、3番手に3番エフティイーリス、4番手10番ランブリングアレー、前の4頭向こう上名出ます。そこから3馬身空きました。5番手に5番のミモザイエロー、外6番手が7番エールボアです。ここから先頭までが8馬身9馬身、1馬身差中段から9番レオンドーロ、1番名称原口、2馬身空きました2番シャドウディーバ、後方寄りのインコース、外には6番マルーンベルズ並んでいっています。そのすぐ後ろ11番ルタンブル、3コーナーに向かいます。2馬身3馬身空いて後方勢、後ろから2頭目13番フラル、最後方12番アイリスフィールという展開となっています。3コーナーをカーブしていきます。残り600、4番のコントラチェック先頭、依然リードが3馬身くらいあります。8番のジョディーが2番手、3番手に10番のランブリングアレー、徐々に差が詰まってきます。4コーナーのカーブ、その後ろ4番手の外に持ち出して7番のエールボア、4コーナーをカーブ、内にはエフティーリス、直線コースへ向かいます。逃げます4番コントラチェック、また振り切って2馬身3馬身のリード、2番手争いはジョディ、外からエールボア、これらの間から10番ランブリングアレー、残り200ですがまだ粘る4番のコントラチェック、3馬身4馬身のリード、2番手争いはランブリングアレー、そしてエールボアが追っていますが、コントラチェックがゴールイン。2番手接戦、10番ランブリングアレー、そして7番のエールボア、の前で終わりました。スタートしました。ちょっとつまずいて11番カレンシリエージョ、後方からになりました。1番のスリーマキシマム、好スタートを決めています。中から8番ブレステイキング、まず出ました。9番ウィンシャトレーヌ、そして12番サウンドバーニング、外から押しています。中から2番のペイドメルベイも内から上がってきて1コーナーを回っていって、1コーナー制して12番サウンドバーニング、外から先頭に変わりました。2番手控えて8番ブレステイキング、3番手外に並びかける9番のウィンシャトレールの体勢、2番手を伺います。1馬身差4番手2番のフェイドメルベイユ、第2コーナーカーブ、2馬身差1番のスリーマキシマム、ポツンとその先段を追います。2馬身後方に5番のウィン・ギクシードが追走で、さらにここの集団は固まって3番ハナズ・レジェンド、外から追い上げるドゥーカ、あるいは間から10番のサンティールが追走して向こう上面中間に入りました。後方やや遅れています。5馬身ぐらい後ろ14番ギブアンドテイク、7番ロライマ、外に11番カレンシリエージョ、内から6番プロフェット、残り800切りました。4番ゴールドギアがその後ろに続いています。3コーナーのカーブに入りました。3コーナーカーブに入って川足に出る外ウィンシャトレーヌ、残り600を切って先頭に変わりました。2番手サウンドバーニング、ちょっと後退加減か、上がってこようという2番のフェイドメルベイユが単独2番手を伺います。連れて間からブレステイキング、残り400切って4コーナーのカーブ、その直後に5番のウィン・ギクシードが接近、4コーナーカーブから直線コースに向かいました。ウィン・シャトレーヌわずかに先頭ですが1馬身半のリード、2番手フェイドメルベイユ、外からウィン・ギクシード、内から盛り返す8番のブレステイキング、さあ先頭懸命に粘る9番のウィン・シャトレーヌ、外から懸命に迫るブレステイキング、あるいは外からハナズ・レジェンド、あるいは10番サンティール・ゴーリ、パッシングスルー15番ゲートに収まってゲートイン完了。スタートしました。まずホームストレッチ先行争いです。中で11番メイクハッピーが出を伺います。さらには6番フェアリーポルカ、7番当然ガーネットも前へ、そして14番カレンブーケドール、3番手外目へと上がっていって、直後が15番のパッシングスルーです。12番ローズテソーロ、内は4番のフィリアプーラ、5番レッドベルディエスは後方2、3番手で1コーナーへと入っていきました。15頭1段です。先手は11番のメイクハッピー、リード1馬身で 1,2 コーナー中間、14番カレンブーケドール2番手につけました。これをマークする形、15番パッシングスルー3番手で2コーナーです。インコース4番手が6番フェアリーポルカ、5番手12番ローズテソーロ、これに接近上がっていく8番グラディーバ、外から間には13番アップライトスピンで向こう上面に入っています。中段は全くの一段、外5番レッドベルディエス、内4番フィリアプーラ、間7番当選ガーネット、
直後10番のレオンドーロが追走、残り 1000m を切りました。前半 1000m60 秒5と計測。あとは後方9番ウエスタンランポが後方から4投目、内から2番のクールウォーターが上がっていきます。1番エアジーンと3番スパークオブライフが後方並んで追走、3コーナーのカーブへ。11番メイクハッピー先頭です。3コーナーに入ってリードは4分の3から体半分、じわりじわりと14番カレンブーケドール並んでいって600を切って 3,4 コーナー中間。15番パッシングスルー3番手、4番手はフェアリーポルカとグラリーバ、うちは4番のフィリアプーラが追走して400を切ります。4コーナーカーブ、その直後までレッドベルディエスが上がってきました。4コーナーから直線、先頭変わってカレンブーケドール、カレンブーケドールが先頭に変わります。追って15番パッシングスルー、うち6番フェアリーポルカ、3番手200を切って坂を登る。あとは4番手グループフィリアプーラとレッドベルディエス。さあ前は15番パッシングスルー、うちは6番のフェアリーポルカ、フェアリーポルカパッシングスルー、パッシングスルーかフェアリーポルカ並んで合輪。14番カレンブーケドール3着でスムーズ。16頭全馬ゲートの中収まりました。スタートしました。ほぼ揃いました。8番フローレスマジック後方から、まずは2番のジャンダルムいいスタート先頭に立ちますが、10番トロワゼトワル、それを捉えて先頭を変わります。2番手に11番のディメンシオン、さらに13番プールビル並んでいきます。プールビル単独の2番手、5番手に内から4番のクリノガウディが追走して奥深い向こう上面へとこれから入っていきます。クリノガウディをかわして3番のカリバルをカルバリオが上がっていって、さらにワストから9番グルービット、それから15番のハーレムラインと後位を取り付きます。その後ろ中段の位置、16番キャプテンペリー、5番のストーミーシー、12番のヤングマンパワー、2馬身相手後方に7番のロードクエストがつけて、6番ヒーズインラブ、内から行った1番のプロディガルさん、後方の3番手、あとは少し離れて14番レインボーフラッグ、外並ぶ8番フローレスマジックという体型。縦長で 3,4 コーナーの中間に向かいます。600を切って、先頭は10番トロワゼトワル、6馬身7馬身リードを取っています。13番プールビル2番手、3番手11番ディメンシオン、それにジャンダルムが接近して、さらにはハーレムラインと、そのうちに9番グルービット、400を通過、3番カルバリオが行って、その直後にクリノガウディ、第4コーナー直線へオーストを回ってロードクエスト上がってくる。10番のトロワゼトワル先頭、まだ4馬身のリード、ディメンシオンを追ってきて200を通過、そのうちからジャンダルム、さらにそれを追って外から1番のプロディガルさんが追ってくる。さあ10番トロワゼトワル、これはセーフティーリード、2番手争いディメンションとジャンダルム、2頭接戦、トロワゼトワルゴールイン、10番トロワゼトワル逃げ切りました。アンゲート収まってローズステークスゲートイン完了。スタートしました。揃いました。4番ダノンファンタジー好スタート、好ダッシュ、周りの各馬の出方を見ながら、内で1番の名勝勝負がかわしていくか、さらには6番シャドウディーバ、10番シゲルピンクダイヤも前、ダノンファンタジーは控えます。押し出されるように6番シャドウディーバがわずかに先頭を、うち並んで1番名勝勝負、名勝勝負が前に出るか、そして12番スイープセレリタスが3番手から前に等に接近していって、10番シゲルピンクダイヤ4番手で外回りコースへと出ます。5番手グループの真ん中に4番ダノンファンタジー、インコース2番ベストクイーンです。外から11番ビーチサンバも上がっていって、このグループ8番ビクトリアが追走、一段で3コーナーを回っていきます。後方から3番のビッグピクチャー、7番アルティマリガーレ後方3番手から今グーンと上がっていきました。5番モアナーネラが後方2番手で、9番ラシェーラ最後方です。 3,4 コーナー中間、一段の競馬で4コーナー目指していきます。残り800を切ります。前半 1000m は59秒3と計測。わずかに12番のスイープセレリタスが先頭でしたが、11番ビーチサンバが並んでいきました。8番ビクトリア3番手600を切りました。7番アルティマリガーレ4番手まで上がっています。5番手グループに10番シゲルピンクダイヤと並んで4番のダノンファンタジー、一段のまま直線コースへと向かってきました。わずかに今度はビーチサンバが先頭か、スイープセレリタスビクトリア3頭が広がっての追い比べ。7番アルティマリガーレがムチが入って4番手、外へ持ち出して4番のダノンファンタジー、4番手の一戦、内から2投目、10番のシゲルピンクダイヤ伸びて200を切って坂を登ってくる。さあビクトリア、ビーチサンバ、シゲルピンクダイヤ、ダノンファンタジー、この4頭だ。ダノンファンタジーが外からぐんぐん伸びてくる。8番ビクトリア、11番ビーチサンバ、4番ダノンファンタジー、ダノンファンタジー捉えて合理、わずかに4番ダノンファンタジー。スタートしました。11番のレジーナドーロ後ろからです。コースタート、3番モアナ2コーナーへ向かいます。リードが半馬身、外からぐーんと12番のファミーユ・ボヌールが先頭に変わります。
3番手が今5番バッシュモンで、これから2コーナーです。さらには10番レッドレグナントも上がってきました。2番手集団が3頭です。前から5頭目には7番のジョーアラビカで向こう上面です。そして1馬身差中段グループには追走しますチャンピオンルパン、さらに内は2番のエクレアスパークルです。残り 1000m を通過しました。あとは3馬身差9番のワールドヘリテージ追走、内には8番のエルプシャフト、3コーナーへ向かいます。あとは2馬身差、後ろから3番手6番天空、残り800を通過。1番のルガールカルム、後方から2頭目、最後方11番レジーナ道路で3コーナーを迎えます。先頭は12番のファミーユボヌール、残り600を今通過、リードが3馬身。2番手20番のレッドレグナント、3、4コーナー中間です。内を進む3番モアナ、3番手、あとは天空、そして外を回りまして7番ジョーアラビカ、差を詰めていって残り 400m を通過。あとは3馬身差、内2番エクレアスパークル以下、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。12番のファミーユボヌール、リードがなくなって今度は3番モアナ、モアナは先頭に変わる。残り 200m 今通過した。あと横に広がりました天空、最内をついての2番のエクレアスパークル、そして横に広がって大外から1番のルガールカルムなど追い込んでくるが、3番のモアナ先頭で今ゴール。おつくのを待ちます。スタートしました。好スタートを切ったのは7番のアマルフィーコースト。まずは出ていくか、内からは1番のロードバイウェイ、さらには外から8番のクラウンディバイダー、押し通して上がっていく。15番のアーバンキッドも前へと上がっていきました。クラウンディバイダ先頭、アーバンキッド2番手、3番手につけた1番のロードマイウェイ、先頭まで3馬身から4馬身ぐらいの位置。7番のアマルフィーコースト、4番手外、インコースには5番のサフランハートです。3コーナーカーブ、あとは14番のマイネルネーベルが押し上げます。中段に9番の名将オワラ、今残り 1000m 通過、前半634秒3。外からは12番のプラチナムバレットが続いていって3馬身ほど切れまして、ここは広がって追走。内からは2番のマイネルフラップ、中には6番シャイニービーム、外に10番サトノアーサー、その後ろ2馬身ほど開いて3番の強兵が内、外からは並んでいきます11番のストーミーシート、13番アドマイヤールバ、その後後方から4番のボールライトニングです。第4コーナーをカーブ、クラウンディバイダンスとから2番手から15番アーバンキット、先頭に立って直線コースに入りました。先頭は15番のアーバンキットリード、3馬身これを追ってくるロードマイウェイ、さらには外からマルフィーコースト、やや離れた外からサトノアーサーだ、先頭は1番のロードマイウェイ、外から遅いからマルフィーコースト、サトノアーサー、さらにストーミーシーですが、前はロードマイウェイ、外から7番のアマルフィーコースト、サトノアーサー、サトノアーサー、内から盛り返す1番のロードマイウェイ、中7番アマルフィーコースト、3番手になった。ロードマイウェイか、サトノアーサーか、2頭が広がって並んでゴール。スタートしました。1番ダノンファンタジー、好スタートを切りました。先行争いホームストレッチ、まずダノンファンタジー引っ掛けますが後続殺到。7番ビーチサンバ、外は15番のコントラチェック、12番レッドアネモスも前、その直後8番カレンブーケドールです。16番パッシングスルー、13番サトノダムゼルも後位グループに取り付いて1段で17頭、1コーナーをカーブします。1コーナー先手は2頭並んでいます。外15番コントラチェック、内7番ビーチサンバ、ビーチサンバ譲らず先頭、2コーナーのカーブです。3馬身差の3番手、1番ダノンファンタジー並んで16番パッシングスルー、4番手向こう上面、3番ドゥランノワールが5番手追走で、差がなく12番レッドアネモス、5番クロノジェネシスが追走。2馬身差中段外目11番フェアリーポルカ、並んで8番のカレンブーケドールです。中段の後ろ9番のシャドウディーバがポツンと追走で、あとはその後ろ3、4馬身馬群空きました。17番のエスポワール、前半 1000m58秒3、早い流れでレースは進んでいます。後方は6番ローステソーロが行って、13番サトノダムゼル、14番シゲルピンクダイヤ、内回りの3コーナー、18番シングフォーユー、800を切って4番トゥーフラッシー、10番シェーングランツ最後方です。3、4コーナー中間、引っ張るのは7番ビーチサンバです。リード1馬身で3、4コーナー中間、残り600を通過します。15番コントラチェックが2番手、外へ持ち出して1番のダノンファンタジーが2番手、先頭との差を詰めていきます。インコース3番ブランノワール、
外からは16番パッシングスルー、直後5番のクロノジェネシス、4コーナーカーブから直線へ、7番ビーチサンバが先頭、リードを2馬身取りました。2番手はブランノワール、ダノンファンタジー、そしてカレンブーケドール伸びてきるクロノジェネシス、これらがもつれるように先頭へ迫っていて200を切りました。今度は5番のクロノジェネシス、そして8番のカレンブーケドール、3番手もシャドーリーバー、シゲルピンクダイヤが伸びてくる、先頭5番のクロノジェネシスだ。クロノジェネシス先頭でゴールイン。欲しかった G1 タイトルついに掴んだ5番のクロノジェネシスです。収まりました。スタートしました。揃いました。まず2コーナーへ向かいます。内から1番ジョディ行きます。ジョディが先頭、エイシンティンクル2番手、2コーナーへ、あとは1馬身差、クロコスミア、そしてオールフォーラブ、内は2番のディメンシオンで向こう上面です。中段の前には6番のフロンティアクイーンがつけて、そして外15番ラッキーライラック、さらにはランドネ、中段のうちに3番カンタービレ、残り 1400m を通過、外はレッドランディーニ、さらにはダノングレースです。そして中段のやや後ろ14番プリモシーン追走、あとは後ろから3番手11番ペルソナリテが行って、スカーレットからわずかに最後方、外7番サトノガーネット。さあこれから3コーナーを迎えます。先頭は10番のエイシンティンクルになっています。リード2馬身で残り 1000m を通過、第3コーナーをカーブ、クロコスミア2番手に上がりました。内1番ジョディは3番手、3、4コーナー中間へ、そして外を回って15番ラッキーライラック、4番手、3、4コーナー中間です。そのうち4番オールフォーラブ、4コーナーへ向かいます。ランドネが行って、さらにはフロンティアクイーン、内は2番のディメンシオン、4コーナーへ向かいます。あとは外を回りまして12番レッドランディーニ、さあプリモシーンはまだ後方にいます。第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいました。逃げる10番エイシンティンクル、残り 400m これから通過します。あと横に広がってきて追い込んでくるのはどうか、1番のジョリーも追い込んでくる、さらにはクロコスミア、ラッキーライラック、ラッキーライラック、差が上がって先頭だ。さらにはフロンティアクイーンが追い込んでくる、ラッキーライラック、さあ先頭だ。残り 200m これから通過する、クロコスミア内から、外からはスカーレットから追い込んでくる、ラッキーライラック、フロンティアクイーン、外からはスカーレットから、スカーレットカラーが先頭に変わった。フロンティアクイーン2番手、スカーレットカラーゴールイン。鮮やかに外から抜けました。収まって全馬ゲートイン完了。スタートしました。揃いました。まずは向こう正面先行争い、中から出ていきます。7番ランスオブプラーナ、押して14番マイネルネーベル、ムチが入ります。内は3番カフェブリッツ3番手、前3頭広がって14番マイネルネーベルが前に出ました。リード1馬身半です。これから周回コース向こう上面へ、2番手になった7番ランスオブプラーナ、あとは2馬身後方並んで外16番ベステンダンク、内は3番カフェブリッツです。前から5投目2番ランガディア、あとは10番テリトリアルが行って、馬群の中に5番マサハヤドリーム、内は6番シャイニービームです。中段に外13番ジョルジュサンク、内は8番ソーグリッタリングです。馬群の中に11番マイネルフラップ、内は4番サーブルオール、あとは9番強兵が行って第3コーナー上がっていきます。17番バルディゼール、馬群の中に入っていく15番のプロニガルサンで3コーナーを回ります。あとは12番電光アンジュ、最後方に1番アメリカズカップ。 1000m は59秒6の通過、第3コーナー坂を下っていきます。前は14番マイネルネーベル、リードは半馬身キープ。2番手は3番カフェブリッツ、そして16番ベステンダンク、並んでいきまして3、4コーナー中間です。あとは10番テリトリアル、馬群の中に7番ランスオブプラーナ、横に4頭5頭広がって第4コーナーをカーブ、これから直線に向かっていきます。前は3番カフェブリッツ先頭1馬身リード、これを追って16番ベステンダンク、外は10番テリトリアル、内の各馬はどうか、6番シャイニービーム、最内を突っ込んでいく4番サーブルオールです。前は10番テリトリアル先頭、馬群の中から8番ソーグリッタリングも伸びる、あとは16番のベステンダンク3頭広がった、12番電光アンジュ前3頭を追って4番手、前3頭広がった、10番テリトリアル、内は8番ソーグリッタリング3頭広がってゴール、間は16番ベステンダンク。ゲートインが終わりました。スタートしました。まずまず揃いました。まずは向こう上面先行争い、まだ広がっていますが、15番スリーマキシマムじわっと出ていきますが、馬群の中から7番ワイプティアーズ2番手、あとは3番バレーノロッソ、外8番エスポワールです。今周回コース向こう上面です。結局行ったのは15番スリーマキシマム、リードは1馬身です。2番手8番エスポワール、
前に並びかけて、わずかに遅れて7番ワイプティアーズ、3番手2番手のうち合わせて今度は2番手に上がります。4番手3番バレーノロッソ、前から5投目10番アドマイヤーゼリが行って、1馬身半後方11番ミッキーブラック外、内は1番ハイヒール、直後に5番シャイントレイルが行っています。その後方ですが13番ゴータイミング、馬群の中に4番スパイラルダイブ、最内2番サンティールが行っています。中段後方に6番アンネリース、3コーナーカーブ、あとは9番エッチトが行って、内は12番バンケドミンゴ、最後方16番帝王ビクトリー。 1000m1 分を切って59秒9の通過です。3コーナーから4コーナー坂を下り続けていますが、先頭15番のスリーマキシマム、リードは2馬身キープ、600の標識を通過、4コーナー手前です。2番手7番ワイプティアーズ、3番手外8番エスポワール仕掛けていって、2番手の外合わせていって第4コーナーカーブ、4番手インに3番バレーノロッソ、第4コーナーから直線に入りました。前は15番スリーマキシマム頑張っていますが、外から8番エスポワール、1番外から接近13番ゴータイミング、粘っているのは7番ワイプティアーズ、その後方ですが9番エッツトです。前は8番エスポワール先頭、2馬身リード、13番ゴータイミングを追っている2番手、あとは9番イエツト、馬群の中から4番スパイラルダイブ、現在4番手、しかし抜けた8番エスポワール、8番エスポワール先頭合流。係が離れて12頭ゲートイン完了、スタートしました、ほぼ揃いました。まず先行争いです。うち1番名将グロッケ好スタート、間5番ベアインマインドがこれを制して先頭に立ちます。好スタートを切っていた7番シトラスノート控えて3番手、11番ペルソナリテが4番手に上がっていきました。その後5番手が並んで、外4番スイープセレリタス、内2番チカノワール、向こう上面中ほど、この2頭の1馬身半後ろが8番のレジーナ道路です。体半分差、インコースが3番アクアミラビリス、あとは12番ヒストリア、9番ネリッサー並んで追走で、6番当選ブレス後方2番で残り 1000m 切りました。最後方追走が10番レッドベルローズです。 3,4 コーナー中間、逃げる5番ベアインマインド、リード1馬身で 3,4 コーナー中間です。1馬身差の2番手に上がりました11番ペルーソナリテ、3番手が1番名将グロッケ、前3頭と後ろは離れました。5馬身空いた4番手が7番シトラスノート、4番スイープセレリタスが5番手追走です。4コーナーカーブ、これから直線コースへと向かってきます。わずかに先頭5番ベアインマインド、並びかける11番ペルソナリテ、その外へ持ち出して1番名将グロッケを追ってきます。400を切って坂を上ります。4番手まだ持ったまま、4番スイープセレリタス、3番手の一線まで取り付いて、さらには3番のアクアミラビリスです。横に広がっての追い比べ、さあ今度は200を切って1番名将グロッケが先頭に変わる、追って4番スイープセレリタス、3番アクアミラビリス、この3頭に猛然と追い込む6番当選ブレス4番手か、1番名将グロッケ、名将グロッケ合流。